はい、皆さんこんにちは。土着園芸の鈴木です。12月に入りましてね、非常にもうね、年末に近づいてきている状態なんですけど、意外と暖かくてですね、京都のこちらの土着園芸の場所でもですね、今年はね、わずか1回氷が張ったぐらいで、意外と暖かくてですね、今日もですね、自宅の玄関のメダカ、そこをもう上に上がってきてね、ちょっと餌くれって感じなんで、ついついちょっと餌あげちゃいました。パラパラパラってそして結構美味しそうに食べてくれてね、すごく寒い日だとね、全然こう姿がもうね、見えないような状況になりつつあるんですけど、このね、数日はね、雨降ったりとかっていうことで結構温暖になりつつありまして、なんか暖かいなっていうぐらいの気候になっておりますね。はい、でそんな中ですね、ちょっとその寒さじゃなくてぬくさとは全く関係ないことなんですけど、今日は、水生植物でこれは絶対に外だったら枯れてしまうよっていうね、そういうね、ちょっと寒さに弱い植物だけをちょっとピックアップしてご紹介させてもらおうかなと思ってます。まあ越冬のね、こう寒さに強いっていう植物をご紹介させてもらった時に、ちょっと一部ね、紹介させてもらってはいますけど、土着園芸のね、この辺にある中で明らかにこいつは外出しておくと枯れちゃいますよっていうね、そういうね、寒さに弱い植物を、ご紹介させてもらいたいと思いますので、またちょっとね、これから の冬越しのために、もしそのね、該当する植物外に出されていて、ちょっとね、寒さ冷え込みのきついところ、地域の方なんかは、あ、いけないいけない、これちょっとね、家の中に入れなきゃっていう風にね、していただければ、ちょっと参考になるんじゃないかなと思いますので、見ていただければと思います。それではこちらです。まずですね、この辺にあるね、日本の在来種っていうのはね、基本日本の冬を知っている植物たちなんで、大概のものが普通に屋外で越冬しますね。で、これ海外のものなんですけど、パピルスですね、シペラスパピルスっていう、エジプトの紙の原料、昔紙作りましたね。あれは、これはね、5度ぐらいまでいけるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね、凍結すると枯死する可能性がありますので、もしね、これが屋外にある場合なんかはちょっと気をつけていただきたいですね。こちら右手にあるシュロガヤツリですね、これは和名なんですけど、学名はシペラスアルテニフォリウスでしたかね。こちらは屋外でね、完全にこう、なんていうんですかね、寒冷地とかでなければ屋外で越冬します。で、こっちのね、見分けつきにくいんですけど、シペラスって呼んでる、これちゃんとした学名があるかもしれないんですけど、このちょっとね、歯幅が大きくて、こうちょっと柔らかく垂れる気味に、こっちはね、こうシュッと上に立ち気味のこのシュロガヤツリ、こっちは越冬するんですけど、こっちは越冬しないです。0度、凍結すると枯れちゃいますね。これがね、ミニパピルスですね。もっと普段ぼんぼりがこう大きく育つんで、これ結構人気あるんですけど、このミニパピルスも結構寒さに弱いんで、屋外へと難しいんじゃないかなと思いますね。こちらがミニシペラスですね。この辺の今の風釣り系の中ではちょっと小型のやつで、これも人気あるんですけど、これもね、屋外でね、越冬するかしないかギリギリですね、凍結すると枯死するんじゃないかなっていう可能性があるので、屋外越冬はちょっと難しいと思っておいてもらった方が、ちょっとね、凍結しないような場所で管理していただいた方がいいです。あとはこちらのシラサギカヤツリですね。これもそんなに寒さに強くないので、屋外、出しっぱなしはおすすめできません。凍結しない地域でしたら大丈夫かなと思うんですけど、ちょっとでも凍結するような地域であれば、ちょっと一旦ね、温室とまではいかないでも、ちょっと軒下とか、ちょっとビニールハウスの中に入れてもらうとかってしてもらった方が確実に越冬しますね。で、これも弱いです。水ほうれん草、空心菜、エンツァイとかっていう食べることができるやつ、水ほうれん草とか呼んでますね、うちの方では。はい、これはむちゃくちゃ寒さに弱いので、あっという間に死んじゃいますから気をつけてくださいね。葉っぱの浮くゾーンでは、他のもの結構大丈夫なんですけど、この中で言うとアメリカアサザっていうね、このちょっとなんていうんですかね、葉っぱがこうまだら模様が入って、で黄色いガガブタに よく似たようなね、こうアサザのような感じで花の壁に毛が生えてくるってやつね。これアメリカアサザの花なんですけど、これは寒さに弱いので屋外へとできないです。こっちのね、
ウォーターコインとかウォーターマッシュルームってやつ、これはね寒さに強いんですけど、それと本当に同じ仲間のこちらペニーワートっていうアマゾンチドメグサですかね。はい、これは寒さに弱いのでご注意ください。外は、凍結、寒くなってくると死んじゃいます。あとはですね、浮草系で白玉浮草っていう、これね、これもルドビジアの仲間だったと思うんですけど、これも寒さに弱いです。で、こっからですね、全部浮草ですね。オオサンショウモ、アマゾンフロックピット、フィランサスフルインタンス、ハイドロリザ、サルビニアククラータ、ウォーターダイヤ、こっちの方も映ってるかな、ホテイソウ、ホテイアオイなんかもね、全部寒さに弱いので、この辺を、越冬させるにはちょっとね、屋内、この辺はね特に寒さに弱いので、屋内のちょっと暖かな場所にね置いていただいて、あと日差しも必要なんですよ。こういう熱帯系で寒さに弱いってやつは、普通の日本の水生植物だったら寒さでこうね地上部が枯れてって言って完全に休眠状態でストップ、生育がストップするんですけど、こういう熱帯系のもので寒さに弱いやつとか、あとまあ熱帯系のもので寒さに強いやつもそうなんですけど、冬場も一応ねこうなんとかこう耐え忍んでるだけの状態で休眠してるわけではないんです。ですからその状態で真っ暗にしてしまうと光合成できなくって、もう本当に枯れてしまうっていう可能性が出てきますので、できればできればじゃなくてですね、窓際とかに置いていただいて、太陽光が当たる、それかそれに近いような状態のところで管理していただいた方が安全ですね。冬場ですので成長がそんなにしていないので、そんなに強い光じゃなくても意外といけますけどね。はい、だから気温低い時はちょっと弱光でもなんとかいけたりしますけど、まあ、できれば明るいに越したことはないです。はい、あと最後にですね、水オジギソウ、こちらもね2種類あるんですけど、この水オジギソウも寒さに弱いので、特に他のもの浮草並みに寒さに弱いので気をつけてください。これも窓際とかですね置いていただいて、で窓際でも何ですかね、こう冷気が窓を伝わって、だから夜に部屋の温度とかが下がった時に外気の冷気がこう窓からこう通ってね、寒さに当たることもあるんで、その辺もね十分注意していただいてね、対策打っていただいて、冬越ししていただければと思います。はい、ということで今日は取り急ぎ寒さに特に弱い水生植物のご紹介をさせていただきました。冬の越冬対策に、役立てていただければと思います。それでは皆さん、さよなら。あとですね、これすべての水生植物の、寒さに弱いものをね網羅したっていうわけではないので、まあ、これ以外にもちょっとね寒さに弱いものもあるかもしれませんので、ちょっとご注意いただければと思います。特にですね、水生植物の自生地を見ていただければ、まあ大体こう寒さに強い弱いとかでね分かる感じがします。ただ熱帯のものでもね、寒さに強い品種もあったりはするんで、必ずしもこう弱いとは限らないんですけどね、まあ、まず指標としてというか目安としてね、自生地を見ていただければ、調べていただければ、参考になるんじゃないかと思います。はい。